ンディエン。こういうわけで本日はこちらマイカリー食堂さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店、松屋さん系列の本格カレーがいただけるお店ということで、最近いろんなところでちょくちょく見かけるなーつって気になっていたカレー専門店ということなんですけれども、果たしてどんなカレーいただけるんでしょうか。それでは今日も張り切ってカー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 。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、こちらマイカリー食堂さん、カレーじゃなくてカリーって言っちゃうわた、いや、メニューの表記はカレーなんかいっていうツッコミもありつつの、この上りの感じ、そして店内の雰囲気、そしてタッチパネルの感じに至るまで、松屋さんのノウハウを生かしたチェーン店クオリティといった感じでね、店内はこのような感じで、さながら女子が一人でフラッと入ってでも安心していただけるお店といった感じなんじゃないかなっていう印象でしたね。それでは現場の竹中さん。というわけでいただいてきましたけれども、いやー、マジでビビりましたね。松屋さん系列なんで、どうせ万人受けする無難なカレーなんでしょうなんて鷹をくくってましたけれども、これほどまでに本格的かっていうぐらい、カレー初心者の方っていうよりかは結構ね、カレーマニアの間で評価が高くなるんじゃないかななんて、そんな感想を抱くカレーでしたね。そしてこういったチェーン店では実現しえないと思われていた野菜ゴロゴロが本当にゴロゴロしてたっていうのをね、マジでビビりましたね。全体的にとっても好印象なお店でした。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちらマイカリー食堂さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ